然ゾンビの世界になったらあなたはどうしますか？ということで今回はゾンビが追ってくる系の作品をいくつか紹介していこうと思います。鋼鉄状のカバネティ。噛んだ相手をウイルスでゾンビ化させるカバネティという怪物が徘徊している世界を舞台に、主人公がゾンビに噛まれウイルスが体に回るのを阻止したらなぜかゾンビにならなかったが、主人公は実は〇〇だったから始まる作品です。監督は荒木監督で、過去にも進撃の巨人の一期、ギルティクラン、デスノート、学園黙示録、ハイスクールオブザデッドの監督を担当していて、安心して見られる作品です。そしてキャラクターも可愛くて、ヒロインの無名ちゃんも実は主人公と同じ〇〇なんです。緊張感あふれる世界観と圧倒的なバトルシーンにも注目です。学園黙示録、ハイスクールオブザレッド、突然ゾンビが現れた世界で主人公たちは生き残れるかっていう作品で、監督が先ほど紹介したカバネリと同じ監督の荒木監督です。後半からお色気もかなりありますが、ゾンビとの戦闘は迫力満点で、極限状態になった人間はどう動くのか、ゾンビアニメならナンバーワンとはっきり言える作品です。学校暮らし。学校で24時間共同生活を送る学園生活部の仲良しグループで、明るく楽しい日々を満喫していた彼女たちだが、実はゾンビの世界になってしまいから始まる作品です。可愛らしい見た目やタイトルに騙される人もいますが、かなりの衝撃的なアニメでして、ゾンビアニメだけならまだいいのですが、実は主人公が〇〇だったり、後半にはとあるキャラが衝撃な事実だったりありますが、内容もかなり面白くておすすめできる作品なので、ぜひとも見てみてください。ゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のこと。ある日突然街でゾンビパンデミックが発生し、大量のゾンビに追われるアキラは絶体絶命の中、人生を変える言葉をひらめき、今日から会社に行かなくてもいいんじゃねと思ったアキラは、ゾンビになるまでにしたい100のことが今始まるっていう作品です。現在夏アニメで大人気放送中で、毎話スリル満点で今期の覇権候補の作品です。ですがそんなハラハラドキドキの作品ですが、ものすごく可愛いキャラも登場します。この子はしずかちゃんっていうめちゃくちゃ可愛いキャラで、皆さんの推し確定じゃないでしょうか。そんな主人公がぶっ飛んだ発想と、道中で出会う様々な登場人物の夢などに大注目の作品です。ということでどうだったでしょうか。ゾンビ作品ってアニメ以外でも映画とか人気のジャンルだと思いますので、ぜひとも見てみてください。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価お願いします。それではバイバイ。